リップ、オーケー。チーク、オーケー。香水、オーケー。勝負をかける準備はできてる。よし。香織、遅かったじゃない。お疲れ様、このみ。ごめんなさい、帰りがけに課長に捕まっちゃって。課長ったら、相変わらず香織に仕事押し付けてるのね。ところで、今日の合コン相手だけど、あれよ。どう、好みのタイプいそう？そうね。見た目だけじゃ何とも言えないけど。もったいぶらないで、私には教えておきなさい。香織とは被らないようにするから。ああ、わかった。もしかして、あの茶髪のことか？あんまり軽そうな人はタイプじゃないから。好み、香織、遅れちゃってごめん。もう遅いわよ、リオ。幹事が遅刻ってどういうこと？ごめんごめん。みんなお待たせ。それじゃあ、みんな揃ったことだし、乾杯といきましょうか。今日の飲み会、楽しみましょう。乾杯。乾杯。片道1時間電車に揺られ、ディナーはコンビニのメニュー。
ちょっと飲みすぎたかしら。この身はもう出かけたのね。そういえば朝から会議だって言ってたっけ。風花は夜勤、玲香は学校。はあ、私も急がなくちゃ。よし、人生にドラマみたいなことなんて起こるわけがない。なぜなら私はごく普通の人間だから。容姿も学歴もおおよそ平均程度、たまたまそれなりの会社へ就職できたけど、ただそれだけ。人並みの恋愛経験を通して気づいたことがある。それは白馬の王子なんて迎えに来ないということ。とはいえ別に悪くはない人生だと思う。夢を見ることは忘れてしまったけれど、人生にドラマみたいなことなんて起こるわけがないのだから。と、そう思っていた。そう、あの日までは。はぁ、香織、お待たせ。お昼行こっか。なんだか具合悪そうだけど、大丈夫？この身…ちょっとね。なーに？あれだけのお酒で二日酔い？あ、まさか昨日の合コンで何かあったとか？残念だけど、何もなかったわ。そういう好みこそ、随分話し込んでなかった？そうね。でも何もないわよ、残念ながら。あんなに盛り上がってたのに？それがね、昨日の彼バックパッカーらしくて、世界中を旅していて、1年で10日ぐらいしか日本にいないんですって。じゃあ昨夜はその貴重な10日のうちの1日だったのね。まあ、いろんな国の話が聞けて面白かったけど、年間マックス10日しかデートできない人とは恋愛するのが難しそう。そうよね。私の方は真面目でいい人そうだったんだけど。何かあったの？それが真面目すぎるっていうか。にゃにゃにゃ。え？朝から2時間座禅？それはストイックだわ。あんまりストイックだと私にはついていけないかもって。結局今回も成果なしか。そうね、都合のいい王子様なんてなかなかいないみたい。夢ばっかり見てないで目の前の課題をこなしなさいってことかしら。目の前の課題って？それは仕事とか。お互い夢がないわね。こうなってくると風花が羨ましいわね。決まった相手がいるってやっぱり強いかも。ええ、でも風花は風花でいろいろ大変そうだけど。疲れで目がかすんできちゃった。今から患者さんに点滴しなくちゃなのに。豊川さん、患者さん着替えさせて。はい。豊川さん、朝食配膳して。はい。豊川さん、ナースコール。